私の胸の中には小人がたくさん住んでいて、毎日一生懸命働いています。小人の村の外れに年老いた一人の鍛冶屋が、鉄を溶かし鉄を叩き暮らしています。私の見たもの、触れたものを炉にくべて、鍛冶屋さんなるだけ丈夫なハンマーを一つくださいな、口の中の大きな岩を砕き割りたいから、砕き割って粉にしてごくりごくりと飲み込んで、重くなって軽くなって私は進める気がするの。だから働け胸の中の小人、地球の裏側へ近道を教えて。その次なるだけ薄い葉のナイフを作ってくださいな、輪郭をなぞりそこでても違えないくらいの